おはようございます。2月7日水曜日、いい健康やる気スイッチパーソナリティのヒロです。お相手はマナさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、2月入りまして、今月は、2月はね、4週FM ギノアンさん内装工事のため、今回の放送収録となっておりますので、また、ちょっとされている方は、お確認の方よろしくお願いしますということで、それでは、2月7日は何の日っていうところでね、2月7日は、そうですね、ニキビなしっていうことで、ニキビに悩まないデーということで、2月7日はそういうニキビなしの日って語呂合わせでなってるということで、はい、まあ、結構ね、中高生とか結構荒れやすい時期とかだったりするので、まあ、そういうなんかね、はい、ニキビ悩まない日っていうことを設定されてるので、まあ、その辺のケアとかね、悩まない日なんだ悩まないっていうところで難しいな悩んでる人は悩んでるから、はい、へー、結構うちで扱ってるラジオ波とか、はい、結構フェイシャルとかやると、はい、ニキビとかやると翌日枯れたりするので、結構枯れたり、要するに赤くなってるようなこうニキビとかっていうのがもう、はい、要するに改善に向かっていくみたいな、翌日にはもう受けたらもう翌日にはもう赤みが引いて、うん、結構綺麗に治りが早いっていうのも実証されているので、でもやっぱり、なんか大人になって気づきましたけど、やっぱ中学生ぐらいの時って私もめっちゃニキビ、なんかおでこのニキビとかに悩んでて、やっぱりね、なんか大人になるとなんか気にならなくなるもんだな、あ、気にならなくっていうかなくなるものなんだなみたいな。あ、そうですね、そういう時期よりはね、はいはい、ここまで出なくなるっていうかね、うん、まあ大人になるともう、ね、女性は特にケアもねしっかりされてる方が多いし、そういうのも踏まえて、はいはいはい、なるほど、うん、結構そこまでは気にならない人も多いと思うんですけど、まあそのまあそういう日なのでちょっと意識してみてはっていうところで、確かにニキビ、ちょっとまだ余談なんですけどニキビをなんか中学生の時に友達になんか潰したらいいよみたいな話があって、あ、はいはいはい、なんかそれからなんか潰したくなっちゃう、その見つけたら、でも良くないじゃないですか、大人になって気づいたんですけど、ね、潰さない方がいいですよね、あ、後に残っちゃう、そうそう、残ったりするので結構ね、いや本当にそういうのがこうあんまりいじらな い、そう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 、ね、潰したくなっちゃうけど、結構YouTube とかでよくなんかそれを撮るのとか ね、見ちゃいます、 なんとなく見ちゃうよね見ちゃう気持ち悪いけど見ちゃうんですよ ね、綺麗に撮れるとなんか変に気持ちいい、なんか、すっきりするっていうなんか心理をついてるせいか、なんか視聴回数多いみたいですね。いやー、ね、本当にちょっと気持ち悪いけど見ちゃう部門ですね、そうそう、なんかねそういうのもあるので、はい、ということで、また皆さん気をつけながら潰さないようにしましょう、はい、後悔するので、はい、はい、で今日の今回のテーマなんですけど、はい、幸せホルモンを増やす方法っていうところで、うーん、なんか結構ね幸せホルモンってなんか漠然としてはいますけど、なんかこう美味しいもの食べて、あ、幸せだなとかね、はい、なんかちょっとしたなんか幸福感っていうところで、はい、そういうのが何が出てるかって言った時に三大幸せホルモンっていうのがあるんですね。例えばオキシトシンとドーパミン、セロトニンっていって、この3つが大体代表的な、ホルモンであって、はい、でオキシトシンっていうのがどういう時に出るかって言ったら、例えば女性とか、母性愛とかスキンシップっていうところで、はい、子供をあやしたりとかこう世話したり、子供の泣き声を聞いて敏感に、まあ、五感を使ってのっていうと時に、まあ、この心地よさとか脳に伝わるこの、はい、まあ、癒しですね、お子さんをこうあやしてる時の幸せホルモンみたいだったりとか、あとこうよく外人さんがやるハグとか、はい、7秒間するとそのオキシトニシンが出るとかいうと、だから結構ハグとね、日本人はちょっと抵抗があるけど、確かに、外国人の方ね、結構ね、挨拶っていうことでやられてる
方が多いので、そういうなんかね、はい、あるのかなっていうところも、ね、海外の人は結構スキンシップでやるから、はい、まあ、そういうのでも結構オキシトシンっていうのは脳から出やすくなっていますよっていうところですね。あとドーパミン、ドーパミンは結構聞かないですか？うん、聞きますね、ドーパミンが出るとかね、うん、そうそう、スポーツとかでも聞くかな、うん、そうですね、うん、それも美味しいものを食べた時によく、はい、うん、へえ、あ、幸せだな、美味しいもの食べたらなんか幸せだなみたいな。私最近美味しい焼肉食べたんですよ。もう幸せでしたね。出てましたね。きっとこれですね。これですね、うん、とかね、逆にこう、なんかこう好きなものをやってたりとか、あと好きな人に会ってたりとか、そういうなんかちょっとしたことなんだけど、はい、自分がこう好意があったり好きなものだったり、まあ、趣味でも何でもあるんですけど、そういう時にちょっと楽しくキュンとしたりこう、うん、なんかする時にもドーパミンって出ますよと、へ、分泌されますよっていうところの、まあ、ちょっとした日常生活の、はい、結構中で結構出ているホルモン、オキシトシンとかドーパミンで、もう一つセロトニンっていうのが結構こういろんな形で出てくるんですけど、はい、逆にセロトニンが不足してる方って朝起きられなかったり、寝つきが悪い、便秘がちである、うん、噛む力が弱い、理由がわからないけど体の痛みがある、イライラしやすいっていうところがある方は、セロトニンがちょっと不足してるよっていう目安っていうことになりますよっていう、うん、セロトニンも、で、セロトニンはじゃあどこから出てるのって言って、はい、脳から出てるのは、5% らしいんですね。あ、セロトニン 100% の中の 5% は脳、うん、脳から、はい、あとはほぼ腸から、へー、腸、うん、分泌されているところなので、へ、結構、うん、変わったホルモンっていうかね、うん、そういうところなので、はい、あとはまあセロトニンっていうのは、まあ、ストレスとかね感じるとこう出にくくなったり少なくなったりするので、何を持ってじゃあ増やしていくかっていう時に、これこそ運動とかストレッチとかちょっとしたこのこう日常生活のこう軽い運動ですね、はいはい、筋肉を伸ばしたり収縮させたりとか、そういう動きのある一定の、まあ、ちょっと強度の高い運動というよりはこのコンスタントにウォーキングとか、はい、そういうところで分泌されやすく、あと朝起きた時の朝日を浴びる、結構ドラマなんかね結構あったりすると思うんですけど、はい、カーテン開けてこうしっかりこう日差しを浴びてっていうところで、うん、だから朝ウォーキングするっていうのは結構そのセロトニンが分泌されやすいですよ、幸せホルモンが出やすいですよっていうのはそういうことで、でも女性の場合はね、あんまり日光を、はい、浴びたくないっていうところが、なんか私の親も、はい、うん、起きた瞬間に窓を開けるんですよ、窓っていうか、はい、カーテンを、はい、リビングの、はい、で私が起きてくると閉めますね、うん、安心よって。でもいいことなんだ、うん、このそうすることによって日差しを浴びることによって体が起きて、それで、まあ、セロトニンっていう物質が出やすくなりますよっていうところなので、こういった私はこうちょっとしたことなんですけど、まあ、幸せホルモンを出すサイクルっていうのが結構日常生活でもあったりするので、そういうなんかこう意識的にこう皆さんこうそういうのを意識的に日常生活を取り入れると、かなりこう幸せホルモンっていうのがこう出て、はい、日常が楽しくなったりするのかなっていうところなんですけど、うーん、あとはまあ食べ物から摂取するっていった時に、この結構乳製品がいいみたいですね、うん、へえ、これは何乳製品とか、何がいいんですか？あと発酵食品、何を出すためには、このセロトニンですね。あ、セロトニン、うん、へえ、うん、セロトニンのあの作り出す成分とトリプトファンっていうのが、セロトニンをこう出す多く出す食品としては
豆腐とか納豆、大豆、味噌だったり、あとごま、アーモンド、落花生、くるみとかね、ナッツ類、牛乳、ヨーグルト、チーズとかね、乳製品、卵とかね、そういうところに多く含まれているので、結構朝食にね、はい、取るような日本人が内容なので、そうですね、だから日差しを浴びてウォーキングして、うん、そういう、こう発酵食品を朝から取ると、はい、こう幸せホルモン、セロトニンが分泌されて、一日こうなんかこう幸せだなみたいな感じで過ごせるのかなっていう感じで自分のサイクルできるといいかなって。確かに、うん、バナナも結構いいそうですね。バナナ、毎朝バナナ食べてます。バナナは食べる方多いですよね、うんうん、私も毎朝食べてるの、うん、それも含まれてるので、かなり、そういった食品を取られると、もう そこだけで体の中からと、はい、外からと、うん、あと体を動かすことによっての、まあ、セロトニン、幸せホルモンっていうのが出て、一日がいいスタートが切れるかなというところですね。うん、じゃあここで一回 CM に入ります。はい、お願いします。はい、はいはい、本日は、後半戦ですね、幸せホルモンを増やす方法ということでお送りしております。三大幸せホルモンということで、オキシトシン、ドーパミン、セロトニンということで3つの、はい、幸せホルモンが体の中から分泌されますよというところで、まあいろいろこうね、その3つのこうホルモンもいろんな特徴があって、オキシトシンはまあ母性愛とかスキンシップで出やすいですよと、ドーパミンに関してはもうこのこう美味しいものを食べたりとかね、はい、そういうところでもまあ楽しいことすることでもこのドーパミンっていうのが出るっていうことなので、セロトニンに関してはまあこのやっぱり日常生活の、うん、日光を浴びたり、日差しを浴びたり、軽い運動、ウォーキングだったり、あと発酵食品などを摂ることによって出やすくなりますよっていう話を前半お送りしておりますということでね、この幸せホルモンっていうのは意外とね、こうなんとなくこう感じてはいるけど意識してる方って少ないかなっていうところの、うん、ちょっと今回はテーマなんですけど、結構ホルモンって言った時になんかもう焼肉のホルモンしか思いつかないっていう人もいるかもしれないですけど、結構そういった形でちょっとしたことなんですけど、こう意識してこうやることによってちょっとした幸せがこうストレス解消になったりとか、はい、いうことで、その積み重ねがちょっとこういうストレス解消になったり、うん、いろんなこう一日過ごすにあたっていいスタートが切れたり、一日が楽しくなったりする傾向になると思うので、日頃からこういうことを意識しながらこう日々、あこうバナナとかこう発酵食品食べた時にこう、あ幸せセロトニンが出やすくなってるとかね、そういうところねっていうところもこう意識して、この食べるものからしっかり摂取したりとか、はい、あと呼吸法、もう一つ言えば呼吸法、はい、幸せホルモンを増やす呼吸法っていうのがあって、全呼吸っていうのがあるんですねなんか聞いたことあります？違うか、全集中じゃないか、全呼吸ですねあれも呼吸大事ですよね。全呼吸っていう言葉があるんだ、うん、呼吸って大事 で、うん、で日常生活にする、まあ通常こう呼吸とはちょっと違って、息を吐き切る、はいはいはい、ふーとこう、うん、じゃあ禅の禅って私的に全部の禅かと思ってたんですけど、うん、違うのかな。この通常一般に書かれてるのもローマ字で禅ですね。へえ、うん、禅呼吸っていう漢字ではなく、まさかのアルファベット、うん、まさかそう広い意味で使われてると思うんですけど、はい、で1日5分から30分行うことで、セロトニン神経が活性化し、セロトニンが出やすい体質になるという、うん、まあ徐々にこう日々続けることによって出やすい体質になりますよ、幸せホルモンが、はい、という形なので、へー、ふーっと
吐きながら、なんかこうどっかで待ち合室とかしてるとき、やることないときはぜひこう全呼吸あしようとかね、へー、うん、やるとかなりそういうセロトニンのさっき言った幸せホルモンが出やすい体質になるそうです。はい、だいたいまあ体質改善はだいたいまあ3ヶ月ぐらいのイメージとは、はい、言われてるんですけど、はい、まあそういう形で日々ねちょっとしたことなんですけど取り入れていただけると、はい、かなりこう幸せホルモンっていう形の中で、うん、分泌して体の体調も良くなってくると思うので、はい、うん、そういった形で少しずつなんかこうできるものから取り入れていただければいいのかなっていう感じなんですけど、結構ね、うん、でもなんとなくね、さっき の美味しいもの食べるじゃないけど、なんとなくね、はい、幸せって思う瞬間瞬間はなんか個人差にもあるんですけど、好きなことやってたりとか、はいはい、やっぱりあれはちょっと間違いなくこう自分にとっていい時間、うん、楽しいことやってる時間だったり、こう家族と触れ合ったりとかね、はい、好きな人とこういる時間っていうのはそういうやっぱり分泌されている幸せホルモンがっていうところ、その時間をこうなんか 意図的にたくさん作ってあげると体にとってもいいですよっていう、うん、もう簡単に言っちゃえばそういうことですね、うん、だからこうね、ストイックにこう、まあ、健康ということで結構ダイエットのテーマ取り上げること時もあるんですけど、はい、やっぱりストイックにやってこう制限してるとやっぱりきつかったりもするんですけど、たまにはね おいしいものを食べる、うん、こう息抜きの日を作ることによって幸せホルモンをこう出してあげて体にとってね、うんうん、そういうところのちょメリハリをつけてあげるといいのかなという感じですね、うん、結構こうでも結構ありますよね、まあ、振り返れば、あ、こういう時楽しいなとかね、あ、こういうとこ、あ、なんか今、いい時間、はい、なんか、簡単に言えば、時間を忘れる時ってあるじゃないですか。はい。うん、よく言われてるのは、ディズニーランドとかね、時計ないと思うんですけど、はい。要するに、異空間、こう、現実とはちょっと違った空間演出によって時間を忘れてしまうぐらい遊んだみたいな感じで、はい、そういうなんかこう時間とかこうに縛られない時を過ごしてるって、すごいそういう幸せホルモンがこう分泌されてるのかなっていう感じですね、うん、だからそういう時間を多く作ることによってそういうホルモンバランスも、はい、整ってくるのかなっていう感じです、うん、簡単には本当にそういうことだと思います。もう、まあ、それぞれ個人差があって好きなことも違うと思うんですけど、はい、簡単に言ってしまえばもう本当に時間を忘れるぐらい夢中になったり、うん、楽しんだりっていう時間ってものすごく大事だな、うんうん、なかなかね取れそうで、なんかね日常生活意外とこう、はい、せわしいのでみんな意外とそういう時間取れなかったりすると思うんですけど、そういうのを意図的にこうそういう時間っていうところで、はい、作ってあげると体にとっても優しいかなっていうところですね、うん、はいはいはい、へえ、感じなので、だからまあこの幸せホルモン簡単に言ってますけど、こう意外とこう大事なところなので、うん、結構このストレ今現代っていうかね、この世の中、はい、ストレスが多い世の中になっているので、まあ、そういうところで、まあ、ご自身にとってのこの幸せホルモンをいかにこう出してあげるかっていうところの自己プロデュースっていうかね、はい、そういう、あ、今日この楽しいことをしようとかね、はい、っていうところのなんか時間をスケジューリングして息抜きできる感じあると、うん、ストレスの解消になるかなっていう、うん、結構ね質問でもね以前もあったように、このいろんなストレスとか日々のなんか介護とかね、はい、そういうところで自分の時間が作れなくてっていうところの精神的にちょっと疲れてる方もいらっしゃると思うんですけど、逆にそういう人こそ時間をそういう時間を作って
こう幸せホルモンを分泌するような時間をこう日常生活のどっかに作ってあげるとか、だから美味しいものを食べるだけでもいいし、はい、あとそういうこう好きな、まあ、映画を鑑賞したり音楽聴いたりとかいうところでも出てると思うので、そういう自分に合った時間の過ごし方をされると幸せホルモンがの分泌がしやすいかなというところですね。なかなかね、結構ね、やってますか？でも、ホルモンまで気にしたことないかも。気にしたことね、イメージが湧いてくると思うので、はいはい、それをちょっとやっぱりそれは体からのシグナルだったりすると思うので、はい、必要性とあれがあるとであればそういう時間を設けて、自分の体にとってこう幸せな時間を過ごすためには何がいいのか、食から取るのか、楽しい時間を過ごすのか、家族でこういろんなこう和気あいあいとこう、そういう時間を作って過ごすのかっていうところでね、ご自身に合った日常生活の中でのこの幸せホルモンの出し方っていうのをこう逆にいろいろ試してみるといいのかなというところですね。なるほど。そうそうそう。結構、まあ意識はそこまでしてないにしても、皆さん何かしら、はい、そういう行動は取られてると思うので、はい、そういう形の中でまた、逆に、あ、そういうことが出てるんだっていうところも、ちょっとね、頭の片隅に入れていただけると、はい、あ、いいですね。またね、はい、そういう、意図的に、あ、こうオキシトシン出そうとかドーパミン出そうとかセロトニン出そうとか、そういうところの中で、使い分けていただければこの幸せホルモンは出てくると思うので、すごいこの大事なホルモンなので、うまくこう日常生活に、取り入れていただければいいかなというところですね。はい、そろそろお時間となってまいりました。はいはい、それでは、来週ですね、来週のテーマなんですが、来週は脂肪と筋肉の割合、はい、失礼、役割について、脂肪と筋肉の役割について、テーマトークしていきたいと思います。はい。それでは、今日のあなたの健康やる気スイッチオン、また来週ご視聴ありがとうございました。